なんか役練習職しをておた。選びください。雰囲気村。だから選2択か。しない場こ合、れが最高余っだてな。いる役職うん。が1はラン多ダムで分。振り。あ、自由にやってください。ワンはね、7人女性。2人、俺ともう1人が男性同士っていう。ようわかんねえから、その人を村を起きして、なんとかしたような気がす夜るけが明ど。けました。うん、あまりに女性7人過ぎて。昨夜新は旧、ワ誰もンはね、死にませ7ん人。でした。ツー発は言8ター人ンがに最入り高。ます。6番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、おかしな進行をやめて、まあ発言ね、精査でなるべくできるようにしたらいいんじゃないですか。スライドしてもう濁るしね。うん。わからなくなりますよ。うん。あとはアーマーも。うん。発言しないでアーマーする。でもね、意味ないですよ。それよりも発言して白くなったら噛まれますよ。うん。そうするとね、騎士を守れるアーマーになりますよ。はい。あとは、潜伏ですか。霊能とか占いがもう2日目に出てくるとか。何、無理っすよ。もう平和村に死されてして、狼が狂人の占いが出てる状況で出てきても芯取れないっすよ。だからね、私の一ペラでもうどうしようもないからね、普通にプレイしてほしい。みんなが望んでることをやればいいじゃないですか。その中で勝ち負け決めて、みんなのレベルもね、高めていくことをするしかないじゃないですか。まあ、もうみんなが見慣れてる場面にしましょうよ。以上です。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。まあ、そうですね。6番さん言ってることは、なんとなく分かります。まあ、変なことしないでと。まあ、分かりやすい盤面をしてくれってことですよね。なんか、これもね、騎士アーマーとかのね、なんか、出てきた場合、なんか、どうやって村って芯取るんやろって、なんか、アーマーしたから村でしょみたいな、なんか、狼やらないだろうっていう考察はまあ苦手で、いや、そんなことなくねって思っちゃうんですよ、僕は。うん。だから、まあ、いろんな視点持っちゃうんで、って感じかな。まあ、占いに関しては、簡単に精査した方がいいかなと、1日目は思いますし、あ、そうだ、初日のグレーズリの盤面の場合、まあ、黒、おいおいだ黒って言いたいんですけど、まあ、見つからなかった場合、その時は 発言落とさない人。を釣りたいなと思ってます。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあそうです後ろね。の声6なんか番したっさんけ？は気にしてまあ、なかったけど。普通 のなんムかーブしようみあったいんなだ。感じで、まあ色落ちないね。6番さん色落ちなし。で、7番さんは、もう2周目1。6、7ともにね、黒要素ないです。うん。で、まあ特に印象いいのは7番さんの、狼ならしないだろ理論。これ嫌っていうのはね、すごいわかるなと思ったんで、これ7は結構その考えいいなと思いました。ただグレー考察6、7聞いてないんで、これ2周目です。うん。色落ちなしで、黒発言もしてない。そんな感じです。で、まあ、ちょっとね、これはね、占い師。これ占い師じゃないんだけど、占い師の人にちょっとね、頑張ってほしい。まあ、ちょっとね、これしっかりとね、占い師は、グレー考察をしてほしいね。うん。グレーで、やっぱりね、これ初日、霊能者、いるんで、黒を狙っていきましょう。しっかりと。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、どうも、村陣営です。そうだな。まあ、7番の言ってるね、なんかね、騎士は万年関連の話に関しては、まあ、これに関してはね、もう、本当状況次第だと思ってますけどね。まあ、7番がどういう想定から言ってたかにもよるが、まあ、そこは7番の言ってる発言ってのは、まあ、状況次第だと思ってるから、それが全く利がないとは言い切れないかな。まあ、特に初日にそれをやってる人は利がないよねっていうふうに俺は思ったりするけど。うん、まあ、それを言ったからって、まあ、7番はまあ、わからなくはないけど、まあ、もうちょっと明確に言ってもよかったかなとは思ったぐらいかな。
まあ、8番に関してはそこで7番、6番で、まあ、サイズ付けして、まあ、印象付けで、まあ、7の方が印象いいっていう落としてんでしょう。で、まあ、色落ちなしっていう視点はわかるけど、なんだろう。黒要素がない。ないって、なんかちょっと、そこをちょっと言葉尻は若干気になったぐらいかな。まあ、強いて突っ込むとしたらね。まあ、それぐらいかな。8番に気になった要素としてあげるとしたらね。はい。1番のプレイヤーが発言します。はい、占いです。4番さん白です。4番さん白です。霊能師さんはできるだけ早く出てきてください。で、キースさんは場面によってムーブの仕方が変わるので、まあ自由に、ムーブしてくださいっていう感じですね。そうですね。6789、非常に色が見づらい。色が見えにくい感じですね。まあ、特に、そつがないというか、逆に言えば、印象がいいことなので、僕目線、このままの視点だと、まあ、わからないですけど、まだ話してない。2、3、5、2、3次回って単純になってしまいますが、まあ、ことはそう単純ではないんではないかと思っております。まあ、でも、そう落とすしかないよね。なかったので、6、7、8、9からは。まあ、特に9番さんは割といい視点を持ってるかなと思っていましたね。すべてのことを想定しています。2番のプレイヤーが発言します。まあ、盤面上結構1強い白出ししたなと思っていて、まあ1、4でなければ、まあ、俺視点だと1、3、1、5見にくいですね。まあ1、4じゃなければ1って、2、3、5に、まあ、シン占いいる可能性がある中、4に白打ってるんで。じゃあ、間違えた。1315だった場合ってその他だね。だから、15だった場合、234に新占いいる可能性がある中、13だった場合は、254に新占いいる中に、白打ってる構図が、まあ、若干締め上がるっていう感じですけども。まあ、グレーの中だと、8番が若干黒いかなと思っていて、8番視点、黒を移りましょう。で、占い師頑張ってくださいって言うんだけど、初日、霊能1隠した場合の8番想定だと思うんだけど、それ黒釣れた場合って占い師すりきりだから、なんだろう、あと8番は占い精査する意欲がないのかなって思う。3番のプレイヤーが発言します。はい。自分占い師で6番さん白、6番さん白、把握お願いします。に、直近の2番さんの、1進目が上がる理論が全く理解できなかった。2番さんのその発言ってあれかな？後半位置にツールフいると考えての軸の考察なんかな？ちょっと2番さんの1進目が上がる理由がわからないのと、1番って6789色見えにくいって言ってて、前半位置にあまり触れてなかったから、なんか、どこから予想ってもわかんねえなーって思いながら。なんか、一番は9番に最後なんか言ってたけど、なんか、声が急に小さくなって聞き取れなかったし、7番はね、後ろの雑音が聞こえるから、もうちょっと、静かなところやってほしいのと、8番が占い師に圧かけてきたけど、そんなに圧かけないでほしいかな。全然様子が落ちてない盤面で、占い師も喋るから、なんかそんなに圧かけられたら困るんだけどって思いながら発言聞いてました。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師でございました。八白です。パックお願いします。ということで、どうだろうね。1が4白でしょ。1、3の真偽はわからないかな。わかんないね。7番さん印象良かったけどね。6番さんが、アーマーとかしないでくれって言ってるのに対して、7番さんが、まあ、それに乗っかる形ではあったけども、アーマーしたとしても、そこを白とは見ないよって圧掛けしてるんで、7番さんは俺印象良かったかなって思ってるかな。あと、2番に関しては、1が4に白出して、ちょっと盤面、見づらかったっていうか、おかしな考察をしてたけど、訂正したんでね、自分で。まあ、2周目、どういう精査するのか聞きたいなって言ったところかな。棋士絶対転覆。5番のプレイヤーが発言します。はい、4釣ります。4番がさ、1、3の真偽がわからないって言ってる意味がわからないです。あなた目線1は確定狂人で、3番確定狼なのになんでわからないんでしょうかね。
で、7番が印象いいですねって。あなた、狼探す気ありますかっていうところで、4番釣ります。はい。まあ、強靭だとは思うんですが。だから、順当に行くと、4強靭、1シーン、3狼のラストウルフが、まあ、どっかいるんだが、どうなんですかね。仮にっていうか、まあ、この4強靭が見え、濃いなと思ってるんで、現状。3の相方がどこなんやろ。6はなんか違う気がするな。俺はね、グレーだとね、9が良かったんですよ。8番の言葉遣い、俺も引っかかったんだよ。黒いところがないっていう。6番のプレイヤーが発言します。4番が1白 ?5 番の話だと。ああ、白先が分かんなくて。4番が8でしょ？うん。だから、1じゃないでしょ。8って俺も聞こえたような気がしたから。だから、まあ、取りにくかった部分あるから、1白じゃないから5番もちょっと考え直したら、どうするかなんじゃない？うん。3するか、1するかでいいんじゃない？うん。まあ、例えば3つって、白か黒か見るか。まあ、霊能が決めればいいんじゃない？それだけだね。うん。毎度、うん。毎度、まあ、どういう風に攻めるかは霊能が決めて、でもこの位置だからね。一周目しかわからないんだよね。一周目の発言だけ。まあ、1か3で、まあ、3番目の色見るなら3番の色見て、破綻したら1つでって感じになるんじゃない、うん、まあ、3番が白だったら俺が白ってなるからね。あ、なるわけじゃねえか。4番が、4番の占いも必要か。うん、村視点はね。まあ、どうなんでしょうね。4番がなんで出たんだろうっていうことだからな。死んで出たのか、1強靭に4白もらったから出てきたろうなのか。強靭はあんまり考えるのはあれだからね。まあ、死の可能性もあるんだから、1か3でいいんじゃない？どうなんだろうね。ちょっとグレーもう一回話聞きますよ。うん。以上です。はい。7番のプレイヤーが発言します。なるほどね。5番さんは何？だから4番さんが1に白打ったって言って、4のが老朽わからないから、4番おかしいでしょって言ったってことっていうことなんですかね。まあ、それに5番の2周目かな。まあ、1、3、4、好きなとこ行けばいいんじゃない、うん、もし、票がね、同票になったら、例のに合わせてくればいいと思う。でも6番って、まあ、1、3、4の発言精査を落とさずに、なんかその、あれだよね、なんて言うんだっけ、これ。なんとかって、じゃあ3番の色結果見て、その、破綻、なんだっけ、3が白だった場合って1が2000確定するじゃないですか。っていうことをしたいんだけど、1番の色見てどうするんだろう。こういった場合って1番の色見てどうするのかなと思うんだ。3、4どっちかの色見ればいいんじゃないか。まあまあ。一番の色見て。どうすんだろう。まあでも、僕はね、その、4番が巨人で3番釣りに来たかもしれないし、4番が狼で3番釣りに来てる構図かもしれないから、まあ、偽っぽいとこ釣った方がいいと思ってますよ。なんかね。感じかな。僕は2番さんは気になるけどね、2番さんが1のシーン上がると、1が強靭の場合って4とかに打ちやすいから、1のシーンって全然上がらないけどって思ったけどね、盤面だけ話だな。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。まあ、3番さんをちょっと今日釣りたいなと思います。じゃあ僕は。はい。3の色を見て、ね、情報になるんで。はい。1番さんは4番さんに白で、3が6で、4が僕、8に白なので、まあ今日3釣りですよ。はい。3番さんの色見たいね。なんで、7番さんがしっかりとね、3番さんの色を落としてくれるということで、それでいいと思ってます。はい。まあ、やっぱりさ、4番さんがさ、1が真の時、4番さん強靭でさ、出る必要ないと思うんだよね。うん。だって1か3、4強靭視点ってもう、ちゃんとね、しっかり白もらって、初日釣られる心配ない。しかも、1と3、どっちかに狼がいるって視点でしょ？4番さん強靭でわざわざ出ますかね？だから、まあ、
多分ね、1偽なんだろうけど、情報としてやっぱりね、あの3番さん釣り したいなと思ってます。うん。はい。僕は4番さん死んだと思ってます。うん。やっぱり4番さん死んだと思って。はい。だから、まあ、真っ先に釣り、なんかそのね、5番さんが4を釣ろうとしたのは、引っかかったね。はい。まあそんな感じで、まあとりあえず僕は3釣り。うん。以上です。9番のプレイヤーが発言します。まあシンプルに情報釣りの観点からいくなら3番か4番のどちらかでしかないと思ってるけど、まあ7番の進行上、まあ新切り進行っていうのをちゃんと提唱してる人物だから、まあ話を聞いた上で、釣っていきたいかなと思ってるかな。まあ5番に関してはまあ7番が拾った通りじゃないかな。まあ5番が把握を漏れてるのか、それとも本当に把握漏れてなくてそれで言ってるのかわかんないけど、まあ4番視点からしたら、4番ってあれだもんね、8にしろ出てくから4番視点ってわからないから、だからまあそこは別におかしいとは思わんかったけどね、4番単体の発言はね。だから5番がちょっと引っかかったけど、ただ把握漏れだったらしゃあねえかなと思ってるかな。そうだな。まあ、1番が4番にしろ打ってるそのことから2番視点で盤面的にその1番の新芽が上がるっていうその理論、まあ3番がしっかり言及していたが、1番って、まあ1番陣外だった時だったら結構リスクのでかい行動をやっているってことだよね。だからちょっと2番視点で1番の新芽の上がり方っていうのはちょっとそれはよくわからんかったかな。その解釈の仕方が。ってところかな。まあ現状、そうだな、ラスール1に関して俺が気になってるのは、まあ5番は把握漏れだったらしゃあねえけど、もし5じゃなければ2かなってところかな。まあ6からはなんか情報釣りの観点で3番落とすって言って、その3番の色見てっていうふうに言ってるから、まああんまりもうシンプルに3番6番って見にくいんじゃねえかなと思ったかな。それぐらいかな。1番のプレイヤーが発言します。まあ今日3、4どっちでもいいんだけど、まあ4つって白出て俺の新芽決めてくれるんだったら4からでも別でもいいって感じでも、まあ3からいってほしいかな。3で黒出て俺が新決め打って、まあ進路を追うかどうかわからんが、まあ俺の新を決めてほしいって感じかな。3からいってください。で、グレー考察すると、2は3は2の交差点若干苛立っていたから2、3をキャンセル、2キャンセル。で、2、8だった、じゃない。で、3、8だったら、4が、4から白もらってて、俺の芯が透けてるから3から行くっていうのはないと思ってるから8もキャンセル。だから2、8は今のときキャンセルしてるから5、6、9の中に、まあ陣外が。3ない方がいるんじゃないかなと思ってます。では盤面詰めるために3からいってほしいかなって思ってますね。まあ、そうだな、まあ、3白目に強靭出てくることなんてよくあるしね。白打たれて 強靭がめっちゃ占いで出てきて新メトルって普通に全然あるから、そこはないだろうみたいな考えを言う人がさっき言ったけどやめてほしいかなって思ってます。はい。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ1視点28キャンセルの理由はまあ納得ですね。まあそうですね。盤面上は1進落ちる形になりますけども、まあ、3、俺は明確に偽だと思っていて、だって3ってさ、俺は言ったんだよ。1、4ローでなければ1の新芽が上がると。だから1がローだった場合、俺視点、3、5に相方がいた場合って、1ってかなりのリスクを負って4白打ってるから、だから3視点って1、4ローを追うしてなかったよね。だからそこがすげえ気になりましたね、3に関しては。で、あと4番で気になったのは、なんだろう、白を打たれていて僕だったら潜伏するんだけど、まあ出る新浦がいるから分からんけども、俺だったら4番の位置だったら潜伏した。で、1、3を逃さないようにしたっていうところですかね。はい。で、まあ、8の黒は昨日言い切れなかったんだけど、8番って最初の進行論で、占い師には頑張ってほしいっていう、まあ、その時点で俺は、うんって思ったんだけど、8って、その占い師に、なんだろう、
占い師を精査するんじゃなくて、その占い師に頑張ってもらって自分がその流れに乗るっていうような感覚で喋ってると思ったから、だから8の 黒要素として挙げようと思ってたんですね。で8って最初黒釣りましょうって言っていて、それってまあ霊能がいるからって言ったんですけど、その場合って黒釣れた場合って占い師ロラじゃないですか。だからなんだろう、占い師に頑張ってもらう必要なくて、その場合でもだからなんか矛盾してる進行の一点だって思いましたね。はい、そのぐらいですかね。僕は3投票します。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。あの2が村だったらかなりやばいなって思ってて、1番さんって1視点なんか新郎郎みたいなの言いかけたんだけど、1視点新郎郎ねえし、1が持ち神だった場合3狼4狂人なんで3釣りで確定で狼落ちるので、今日8占いを売ります、で8確定白作りますねっていう発言を1番なら神ならするから、なんなん6番も8番も9番も情報釣りで3倍いきますとか。だったらラスル、だったら占い師関節してラスル位置絶対見つけろよ。ああ、何なんだろうな。うん、8番に対して言うけど、君1に説持ってんだったら1行けばいいじゃん。何が情報する言ってんだよ。で、2番に言っとくけど、あの2番の1が4白出したからっていうやつは、やっぱりわかんない。やっぱりわかんないよ。2番さんそれは。でもよかったかな。この、なんか8も2も怪しいし、どっちかに村いるって考えたら、3、4、4番面作ってくれた人外には本当に感謝でしかないかな。どうなんだろう。僕は1行きますね。1、4どっちでもいいんだけど、1番が明らかにおかしな発言してくれてるから、村がそれ汲み取ってくれてると踏んでの1番投票します。1、4なぁ、別に。3、4、4目の教師、3、4、4目は絶対教師しないからっていう理論の人いるんだろうけど、別に全然すると思うし、これ、あの出方とかじゃなくて発言ゲームだからね。別に4の狼もあると思うし、1の教授もあると思う。でも1、4どっちかの真偽は正直わかんねえんだよな。わかんない。わかんないけど、勘でなんとなく1番狼、4番教授じゃないのかな。これは本当に勘なんですけど、勘でなんか1番の発言からしてそうなんじゃねえかなってちょっとだけ思った。本当にこれは勘。だから明確な証拠はない。今日1いきます。すいません。なんかアホで。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。そうですね、1の新切り進行で進めていただきたいですね、初日に関しては。1番っていうのは明らかに失言してて、最初に、3、4どっちでもいいって言ったんだよね。ちょっと3、4どっちでもいいけどって言ったけど、1番目線4に白出てるから、100%3 釣りなんですよ。それをどっちでもいいっていう発言にはならない。うん。まあ、その後の発言で3人狼、4狂人っては言ってましたけど、2周目の初めの発言がどっちでもいいっていう発言には新占い師は絶対なりません。はい、だから1つってください。それを人狼でやってるか狂人でやってるかは微妙だけど、どうだろうね。俺人狼の方が硬いんじゃないかな一番っては思ってるけどね。まあいいや、霊能の結果見れるんで、ね。あと5番さんに関しては精査不能なんで、2周目、村だったら2周目頑張ってほしいかなって思ってるかな。やっぱり気になったのは2番かな。2番は1を生かしたいような発言してたけど、1番さんの発言ちゃんと聞いてたって思ったんだけど、明らかに失言してるのに、それを擁護してんだよね。擁護っていうか、1を残したい意思が見え目。それで1にいてあるかって言われると、まあ微妙なとこなんだけど、占い1は2かなって思ってるかな。そんなとこかな。6番さん、9番さんに関してはね、正直黒要素って見つけれてない。うん。で、5番さんは初週、精査不能だったんでね、2週目聞きたいと思います。今日は絶対1つってください。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、占いはまあ、ぶっちゃけどっからでもいいと思ってます。黒が落ちればいいよね。まあ、さっきはね、申し訳なかったんだが、普通に4番が1白って言ってるように聞こえたんで、まあそこがあれですね、把握漏れですね。はい。としか言いようがないんだよね。6番がなんか気づいてくれてたんだけど、盤面的、なんだろうな。初週のなんだろう、6番の発言を加味した上でも、3、6っていうのはちょっと見づらいんで、なんか同じようなこと言ってた人がいたんで、まあなんか考え方似てる人いんなと思いました。誰だったっけ？ 9 か2だったっけ？まあいいや。まあ、この盤面って、狼狙いに行くんで、大体、まあ、3番に行きがちっていうか、行くのは全然いいと思ってる。
けど、まあ、ぶっちゃけ、運ゲーなんで、まあ、うん、どこでもいいと思ってます。4番の、なんつうんかな、1、どうなんすかね、4番がしっかりなんか、なんか太鼓を叩いてるとも取れるし、なんか、殴りに行ってるとも取れるからな。まあ、いっそは占いは。グレーのラスールなんですけど、ラスール、どうなんですかね、わかんねえな。6だなって別におかしくないし、8番も俺印象いいんだよね。まあ、2ぐらいじゃねえかな。なんか1に偏ってる。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私はただの石、私はただの石、私はただの石。1が3じゃなくてどっちでもいいって言ったんでしょ、本当に。な、1でいいんじゃない？それは1が悪いんじゃない、死んだったらもう。うん、3行きたかったけど、しゃあないんじゃない、1がもうそういうに言って死んだったらもう。投票が終了しました。まあ、まあ、追放されるプレイヤーは、どっちでもいいわ、言わない方がいいよ。1番、1番の遺言を発表してください。ていうか、3、4ってさ、めちゃくちゃ捏造っていうかさ、俺を釣ることに人生をかけてるんだけど、っ4って、俺別に、どっちでもいいっていうのは、4釣って白出て、俺を真決めよってくれるんだったら、3、4どっちでもいいよって、別に3からじゃなくてもいいよって言ったんだけど、それみんな分かってるでしょ？なんで4が、それで俺が出現したみたいなこと言ってんの？ 3 もそう。俺視点は別に進路路ないけど、村視点は進路路あるかもしれないから、3で黒が落ちて、路があったときに、まあ、村行けんのかなって、もう一回村、黒落ちたら村行けんのかなって、そういう話をしてるのに、俺が進路路を追ってるっていう話をしてるから、3ってめちゃくちゃ4もなんだけど、捏造してんのね。本当やめてほしい。わからん。つうか、俺に投票したやつの中に人間がいると思うんだが、多すぎてわからん。この投票見てわかるでしょ？もう、これこそ運ゲーだよ。ダーツゲーだよ。3ない方わからんもん。28は弾いて、567569569全部俺に入れてんだな。281、パブしてくれ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。変われ率が高すぎてやべえんだけど、何が俺怖いのそんなに、はい、俺のな、何怖いの俺の1しろかよ。でも1番さんのシーンは俺も追えなかったけど、3番釣った方が良かったね。3番目線やったら4釣ってもいいって発言してほしかったですね、シーンだったら、うん、俺精査ミスるので有名じゃん。おかしな精査するので有名だから、俺は残してばいいのに。3番の6っていうのが分かってるってことこれ、でも1が白だね。3番が8、まあグレー詰めますね。3、4、釣り切った方がいいと思います。うん。どうせ僕噛まれると思うんで。釣り切ってください。4が2。まあ、3番って1番の取った要素から2番ってそれに触れなかったじゃないですか。2番目線、3番目線って2占いするのかなと思った。4が2を占っているから、
3が真時、1が強靭っぽく見えているから、3が真時多分ね。だからね、2占った方が強かったなと俺は思ったけどね。まあそんな感じ。まあ今日、占い、釣り切り、進行します。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、ほぼ、隠し色だと思ってほしいなと思ってます、僕はね。っていうのも、3と4に白もらってます。で、まあ、民意でね、1を釣ったと。大半の人がもう1投票しているということで、まあ、ほぼ。で、1番差の遺言で2と8がキャンセル。他がラスルだろうっていう遺言でした。ほぼ俺を隠し色だと思ってほしいなと思ってます。で、まあ、今日3、4ね、行くんですけど、まあ、でも、実施点詰まらないんですよね。両方、8に白ということで、わからないよね。だからまあ、で今日は3番さんは、僕に白、4番さんが、2番さんに白ということで。まあ、1進4強の時はまあ2ローあるのかもしれないが、まあちょっとね、今日はもう1進の時 PP あるんで、3か4に行きますね。はい。そうですね、まあなぜみんな1に行ったのかちょっとあれでしたけど、まあ僕は情報釣りでね、3の色気になったなっていう感じで、まあ、3投票しました。多分2番さんもね、同じ理由だと思うんだけどね。はい。で、どうなんだろう。5番さんがね、2にフォーカス向いて、俺をね、8はないだろうみたいな感じだったから、あんま5って俺と戦う気はないなって感じ、印象あった。うん。で、9番さんもそんな印象。みんななんか2に視点向いてたなって思うから、まあ、どうなんだろうね。2で終わるのかもね。まあ、とりあえず、今日 PPK で、3回4に投票します。はい。そんな感じです。まあ、7番さん、絶対噛まれるから、色わかんねえんだけどね、3、4。まあ、1が白っていうのは、まあ、情報になったけど、できれば俺は3の色が気になったかなって感じ。はい。まあ、そうですね、どうなんだろう。でも9が白すぎるんだよな、個人的に。はい、9番のプレイヤーが発言します。そうだな。まあ、3番、4番ともにね、あれなんだよね。まあ、占い値に関しては、まあ、発言と、まあ、占い値は一致してるんよね。3番視点で8番占うと言ってたしね。まあ、その思考っていうのは1黒思考を落として、まあ、結果1白なんだけど。だからまあ、占い値としておかしくねえし、4番も2占いするって言ってんでしょ。どうだろう。1番の遺言から、まあ、1番をどうかなんだ。まあ、1番白が出てるから、まあ、進化、まあ、強化しかないんだけど。まあ、そうなったとき、まあ、そうね。まあ、6番が噛まれてるこの状況下から、まあ、シンプルに6は追えなかったよね。うん。ってなってくると、そうだな。まあ、様子を拾えてないのが、俺と6番って発言残したのが4番か。ってなってくると、4番視点ってもうあんまり6番のこと黒にできないからよ。ね、4番が6番噛み抜いたっていうパターンも追えるっちゃえるよね。これは紙考察ね。ってなってくると1番強靭4黒3進って視点もあるんだよね。まあ4の強靭はシンプルに追えないよ。1番進のその4番が強靭出てくるその構図は追えないよ俺。だからどうしよっかな今日。3番っていうのは8番見てるんでしょう。ってなってくるとそっか4番視点に占いでしょう。まあ、正直どっちからでもいいと思ってるけど、これ3番は2の色見て欲しいかなと思ったけど、3視点って2の色も気になるでしょって思った。2番のプレイヤーが発言します。4が黒の場合、俺は4号はないと思っていて、まあ5番がふわっとだけど俺に黒し、昨日最後の発言でしていて、まあ4が黒だった場合は俺に黒打つかな。4番の結果は2白なんで。だから、4が黒の場合は4、9ロー。あと9視点だと、9視点って4進世界なら3、5ローだけども、そこに着地ないのがちょっと気になりますね。で、3、なんか俺の言ってること分からんって言ったけど、だから9番みたいに4が強靭で出るメリットないっていう人は絶対いるんだよ、この場合。だから1の進って落ちてるじゃん、盤面上。だから俺は言ってるの。1が、占いに刺さる可能性を、リスクを負って4白打つのは新芽が上がるんじゃないかって言ってるの。わからん？だから3視点って俺に疑問を持つんだったら9や8に対しても疑問を持たないとおかしいと思ってるから。はい。だから3の方が偽かなって思ってますけどね。今のところはね。まあ3黒の場合は5、9どっちもあると思いますよ。はい。
ていうとこですかね。だから僕は4からの色の方が見たいんで、今のところは3投票で考えてますけど、まあ3、4の話も聞きますけどね。だから、そうですね。3、新世界は俺は4級だと思ってるんで、だから3の色結果あんま必要ないかなって思っちゃってますけども。はい。以上です。はい。3、4話聞かせてください。だから、なんで理解できないのって思っちゃうけど、だったら3って9に対しても、今の発言に対しても疑問を持たないとダメだよね。はい。3番のプレイヤーが発言します。2番さんに対して言っとくけど、いや4が強靭ならって1周目の発言が私気になってるんですよ。2が1周目上がるって言ってた理論あったけど、いやあなたが喋った時は4占い師出てなかったから2番さんが何言ってんだろうって思ってて、あと1番に言っとくけど、俺心決め打ってもらうなら3釣り一択だと思うよ。1視点、あと村視点の懸念とかいらないから、1視点3黒見えてんだったら、あの村に3釣ってもらって色を聞いてもらって、で1番は8占って隠し色作ってっていう方が強いから、まあ、言葉言い換えたのはごめんだけど1はおかしいのに変わりはない。だから1おかしいからもう3は村を置いてください、隠し色を置いてください。わかりましたか。8は絶対に村だから。で9番さん白いなって思っていて、村っぽいなって思ってたのが、なんだろう、2の色見たいよね、3番さんって言ってくるあたりが なんかいや優しいなみたいな感じで思ってしまっているから、なんか9番村なんかなってちょっと思ってしまった。じゃあ昨日2番さんの意見聞いて、2の色やっぱり知りたいかなって思ってるんで、2占いありかなって思ってます。絶対1郎4強人だと思ってた。4番さんがあの初日の2週目の発言で1新切りでお願いしますって言ってたから、なんか俺のことご主人様見て、あの4番さんが出てきてみたいな感じになったんかなと思って、1新切りでお願いしますって言ってたから、俺ご主人様に見てた4強人の1狼で見てて、で1狼で見てたから41黒出ると思ってたから、4が8白打ってるから、あじゃあ村で隠し色作った方が強いかなと思って8占いました。今日4行ってください。2占って色見たいと思ってます。4番のプレイヤーが発言します。ん？3番さん時系列おかしくない？それは2週目の俺の発言聞いてでしょ。その前に3番さんっていうのは一応人狼で置く、ちゃんと理由つけて言ってたよね。うん、今の発言だと2週目の俺の発言を聞いた上での、一人狼扱いでしょ。それおかしくない？うん、時系列狂ってきてるね。俺目線9占う気はないです。うん、なので、今日俺釣っていただいても構いません。うん、ただ、その場合っていうのは5番さん必ず釣ってください。3号ね。うん、3号を釣ってください。まあ遺言と受け取ってもらっても構いません。2番さん今の2日目の発言も黒いんでね、どうしようもないかな。発言が黒い白ということで、はい、以上です。俺釣っていただいても構いませんが3号を釣ってください。でなければ今日3釣ってください。以上、価値格。5番のプレイヤーが発言します。いや俺話聞いて思ったんだけど、新占いっちゃったんじゃないのこれって思ってるんですが、ちゃんと言うの発言を聞いて、あの死んだなとは思えなかったんだよね。あの受け位置なのかは分かんないんですが、2番さんがだから4級で見るあれもちょっと分からんかったし、あの申し訳ないんですけど、4番の3位って5位ってくださいの意味が分からなくて、黒要素何なんでしょうか。俺は別に3と4どっちの相方でもないから、もちろん3、4はどっちも釣りますが、ラストウルフ、これだから新占い釣っちゃってるっぽいから、厳しいんだよね。よいしょ。4番の発言が狂人にしか聞こえない。3狼、4狂人、1神の相方。だから、3、6はないんだわな。だ3がローで、まあ、仮定で進めますよ、話。じゃないと、話進まないんで。どうなんすかね。俺、8結構外したくて、なんか人外特有の雑な黒塗りとかない平等性差を感じるので、なんだろうな、2か9だと思うけど、
ごめん、雑くてもごめんな。でも3、4は行くんで、もう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。まあ5番さんほぼほぼ人狼なんだけど説明するね。じゃあ9番さんの黒要素あげろよ。俺9番さんの黒要素何一つ拾えない。もう発言で白い位置だよ。だから占わなくてももう3号ロールを確定してんだよ。だから3番5番つってくださいって言ってんだけど。これで分かったかな、5番さん。以上です。勝ち確なんでね。3つって5つってください。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2黒ということで。はい、わかりました。まあちょっとね、今日はちょっと怖いので3番さんを釣らせていただきます。はい。そうですね、まあ、難しいです。そんな感じ。とりあえず4番さんを釣った理由としては、もうラスール9占ってないのに5だろうと。もうなんか4はもう、仕事終わった感じがしたんで、まあ4釣りました。まあ3のね、色が見たいっていうのもあってね。はい。3の、占い結果見たいっていうのもあって。まあ4はもう9は外してもう5だろうという結論だったんで4釣り。まあ今日3番さん釣って、まあ5と9と2の精査。そんな感じです。まあ、さすがに俺を疑う人はいないと思うからね。はい。3番さんに行きます。で、どうなんだろうね。まあ、5も9もお互い2を怪しんでるから、まあ、2なのかな。まあ、1強4の2とかだったら、まあ、2、4がね、昨日3つったっていうのは、まあ、納得いくかなって感じ。まあ、ちょっと9がローだったら、ちょっと、やばいね。内訳、あ、9番さん、騎士か。まあ、じゃあ、2か5だね。うん。騎士潜伏してる中、2クロ打ったのは、まあ、確かに。3のシーンもあるかもしれないしね。わかんない。まあ、ちょっとね、2番さんが3投票した理由。4ってもうだってもう、9もう白だろ。5だろって言っていた中、2番さんはもう3を釣ろうとした理由。まあ、そこ気になるね。まあ、昨日2と4がね、3投票したんで。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、どうせね、まあ、噛まれる目だし、何も増えねえからってことで出ましたっていうこの俺、騎士ね。はい、把握お願いいたします。そうだな、まあ、俺視点っていうのは4番釣った理由に関してはね、その4番視点っていうのは視点が狭まってるから、5か9の2択でしかないでしょ。4番さん視点って、一番白結果見えてんだから。ってことはね、4番が死んだった場合ね。ってなった場合っていうのは3番が、は2を見、3番視点っていうのはね、4番を釣って3番が、ね、どっちか見るっていうのに占いした方がいいんじゃねえのと思ったから、だから俺、4番釣るっていう、まあ、視点を落としたんだけど。そうだなあ、まあ8の黒をね、8に関してはね、どうだろうな。まあ発言聞いてるとあんまり狼っぽくは見えてはいないが、2番視点では8番に矢印が向いてる人物なんだよね。じゃあ8番視点からしたら、じゃあ結局2に関して3番の2黒結果信憑性があるってなるんでしょう。じゃあ結構8番って結構視点があれだなと思って、これをどう取るかなんだよね。8番の言ってる発言をもし1番真だった場合、1番本当に1番真の4番強靭で3番黒だった場合って、8番って結構疑われない位置になってくるから、まあそこも視野に入れながら精査していくべきかなとは思ってはいるかな。ただまあちょっと難しいね、8番に関しては。まあ5は8のことはなさそうって言ってる人物だから、そうなった場合5視点って2番になるわけなんだけど、
じゃあ2番視点からしたら、まあ、8を疑ってないんだったら、まあ、5になるけども、まあ、ちょっとそこは精査次第。2番のプレイヤーが発言します。まあなんか勘違いしてるけど、8、9はあぐら書かないでほしいですね。あぐら書いた場合、俺の投票はあなたたちに行く可能性があります。6は噛まれてる現状、9は新騎士と限りませんので、8は9新騎士盲信してるみたいですけど、そこは8の黒要素ですね。俺は4が強靭でしかないと思っていて、時短のために3投票しました。9視点、まあ4いけるのは、まあ、論は正解ですね。5視点も4いけるのは正解です。はい。だから3の色が、互いに、2と、まあ、互いにグレーだから、だから3の裏投げ結果の方が重要っていうのは分かります。で、4が強靭である理由は、4グローだった場合って、1が強靭、3が芯となり、4が実利を飲む必要ありませんね。4がローだった場合って、3という芯を、釣り殺しに行くのが正解なんで、自分釣ってほしいなんて絶対一言も言う必要がありませんね。だから4強靭でしかないと思っていて、1芯、3黒だと思ってるんで、で、3の相方なんですけども、それはわからない。はい。だから8もグレーですよ。俺は1芯だと思ってるんで、今日は3釣ってもらって、まあ、なんか9もあぐら書かないでください。6芯騎士の可能性があるんで、はい、僕はあなたにもフォーカスは向いていますとだけ言っておきますね。はい。まあ、5はずっと終始、色見せない感じでふわ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 してるんで、ここは精査しにくい。はい。以上です。はい。3にせ。3黒だと思いますよ。はい。だから、まあ、4釣る必要ないかなと思って、4強陣大きい3釣って、そこからもうグレ釣りで終わらせようかなと思いましたけど、はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。あの、2番さんのおかしいところは、あの4強陣だったとしても、あの結局3投票してるんですよね。だから実利のぶ発言はしてるけど、結局3投票入れる謎な矛盾、あの行動と発言の矛盾をしてるし、あの3の相方がわからないって言ってるけど、だったら1の信用数持ってくるべきなのと、あの5番さんっていう人物は昨日の段階で、1も芯切れないと思っているって言ってる人物だし、8に対して、4が8白出して、その後に私が8白出してるから、2視線っていう相方を狼1、1芯持ってるんだったら8番しかないと思ってるから、なんでそこ相方がわからないって言ってごちゃ混ぜにしてる狼なんでしょう。なんか2番さん、これ多分あれだね、5番って8を隠し白で思ってくれてて、るから9番噛まれた方が明日に釣ってもらいやすい濃度が高くなるね。これ9騎士だけど死んでもらった方が5は絶対にあれだね、5は8白置いてくれてるんでしょ。だったら2入れてくれると思ってるし、ユバーさんのさっきの考察で村見る人いないと思ってるから、あの1芯だったらおかしいからもう一回言うね。あのじゃあ今日釣られるときに、あの5番さんはじゃあ私の偽要素言ってすごく返答できるようにするから、だから5はあの参加シーン見れないところの様子を言ってそれ返すから、今日釣られる、私も自投票してするから明日に釣って、その代わり自投票するから、その間に5番さんが3シーン見れない理由を答えるから、だから5番さんのプレイヤーが発言します。うん、3番から9が出てるからアンサーするんだけど、1シーン4強陣3ローでなんで見るかっていうと、4番の、なんだろう、最後の発言が、まあ、おかしすぎたから強陣に見えてて、まあ、オートで1進の4強陣、3ローっていう盤面精査なんですよ。発言に関しては、ぶっちゃけ3って、あの、3人の裏の中じゃ一番まともだとは思ってますよ。ただ、今のね、発言の中にも、なんか伏線みたいなのを感じたんですよ。あの、2番がなんか9番のなんか偽も追うっていう視点はわかるんですが、9番がこのタイミングで出るのって別におかしくないと思ってて、あの、9番が噛まれるか噛まれないかだけ見とけばいいんで、噛まれたら死んだし、噛まれなかったらまあもうあなた人狼さんですねってなるじゃないですか。だから別に9番なんて、あの、別にどうでもいいんですよ、あの、ほっとけば。タイミングは別に悪くないから、そんな触れることもなくて。って感じかな。俺、まあだからさ、9番は、ステージじゃないけど、まあ、ほっといてよくて、まあ、3番の、なんだろう、問いに対しての回答もさっき言った通りで、
この盤面で、だから初日に、だから占いから行って白落ちた場合って、もうローラーするしかないから、から3番はもうね、諦めて釣られてるから。で、ラストウルフは、もうぶっちゃけ分かんないですよね、8番もなんかあぐらかき始めたし、ね、2番もなんか、よう分からんですね。ふわふわしゅうって言われてるけど。まあ、つむらだからね、しょうがないですね。4番の。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。じゃあ5番さんにアンサーしとくね。5番さん占いは白釣れたから完遂って言ってるけど、占いの真偽はこっちの方が新名っていうのは見といてほしい。あと、4番さん強人だと思ったって言ってるけど、4番さんは目標像をしてるんだよ。だから4番さんっていう人物は4強人で、実利のむ発言をして、4強人に満たさせようとして、3を釣り殺したかった4狼なの。わかる ?4 番っていう人物は、実利のむっていう発言したら、みんなが4強人かも、あ、これ3黒かもしれんみたいな感じの考察をしてくれると思って、もらえると思った4番狼なんです。4番強人だったら3入れないから。5番さんわかります？これ。5番さんが8にも目いっちゃってるから、これちょっと厳しいんじゃないかなって思ってるんだけど。5番さん2だからね。普通に占い師の発言3番がまともだと思ってるんだから3番信じてもらっていいから。もう絶対に2がラストウルフだから。だから1強人の4-2ローロ。2がずっと僕投票ばっかりしてるじゃん。じゃあ2目線1新要素上げてみなさいよ。3偽要素上げてみなさいよ。これでも言っても伝わらないんですかね。8白キッカー出したのはじゃあ言ったじゃん、瞬時の段階で。1狼見てて4強人だと思ったから、1釣って黒出してて、カメラで隠し色作った方が強い盤面だと思ったので、8占いましたって。1進とかないからね、1進だった場合って3釣ってもらい、3黒キッカーが出て、なおかつ8占いして8周確定白作ります。だから3釣ってくださいって言うんだよ。3と4どちらでもいいっていう発言は1進なら出てこないから、もう2釣ってください、明日お願いします。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。オオカミ神なししてきましたねってところで、これどうだろうね。シンプルに見てた場合ってあれなんよね。もう1番が真の時だけ8番の黒は可能性としてはあるってだけだから、どうだろう。その場合って4番が強、1番真だった場合って4番が強人になり、3番が狼になるんだけれども、ただその視点って結構限りなく低いと思ってるから、それは追わなくていいと思っていて、俺自身はね、8の発言聞くけどね。ってなった場合って実質点2番か5番のどちらかに行くんだけども、そうだな、あれなんだよね。4番視点っていうのは3番5番狼って内訳が出ていて、俺を弾いている人物なんだよな。どう見るかな。ただね、その2番ってさ、その気になったのがさ、2番って確かさ、その4系の視点も見てた人物なんでしょう。で、ここに関して俺の乗っ取りもまた追うんだと思っちゃったから、昨日の発言でね。2日目の時点で4系の視点で見ていて、で、それで結局今日になって3番投票をしてる人物でしょ、2番って。で、今日になってまた乗っ取りって視野があるが、これをどう取るかは見極めなきゃいけないポイントかな。ぐらいかな。
まあ5と3に関してはあんま繋がってる見えんかったけど。2番のプレイヤーが発言します。あ、5投票しますね。まあ、3は俺の黒要素、1の新要素上げてみろって言ったけど、5だって1新盲信してるんだから、俺の黒要素、3が言う俺の黒要素は5にそのまま当てはまりますね。で、5も1新、4強3ローで見ていて、最後の発言で、まあ、2黒あるかなって言ったんですけど、5時点で3黒ならば、3人の黒囲いになりますけど、それって追えますか？ 3 は結構新芽を取ろうと頑張っていると思ってますけど、まあ、客観視では分からんけど、俺視点だとまあ3は頑張ってるなっていうふうには印象はありますけど、だから5視点って3に色を追う視点が、いや、おかしいと思ってるから、俺は普通に5投票しますね。はい。いや、昨日の発言は失言だったと思ってますけど、5は。3ローで見てるんでしょ。じゃあ俺は白じゃないし。だから5って俺評価できないのがおかしくて、8、9に俺が目を向けた。5が本当に村ならね。3をローで置くんだったら。俺を評価して、8、9にもっと、注視するべきなのに、9は明日噛まれなければ考えればいいっていう、まあ、謎の論。楽観しすぎじゃない ?5 番。5番おかしいと思ってますよ。はい。俺はご投票します。はい。明確に昨日はおかしいと思いました。以上です。5番のプレイヤーが発言します。それの何がおかしいのかがちょっとわからなすぎて俺笑っちゃったんだけど。だからさ、いわゆる、なんやろうな。そう、おにぎり食ってるんだけど、不規則になったんだけど、俺2にしか行けないわ。9番の騎士の動向なんかどうでもよかったのにさ、それをなんかどの子のって2番が変だなって思うのは自然なんですよ。で、盤面で見た場合、3番狼もあるから、3番釣られてください。でも発言一番まともでしたよって俺言ってんだけど。なんかあれですよね。俺をどうしても釣りたいがゆえに、こじつけてるようにも聞こえるんですよ。で、なんかな、コロコロ変わるね、君。俺、あれですよ。全然俺2、8、どっちもあるなって思ってたんだけど、ちょっと発言コロコロしすぎだから、ちょっと2行くな。申し訳ないけど、8話の発言まだ聞いてないんですけど、そんな矢印向けられると。で、3番、そうそう、3番ね、めちゃくちゃパッション伝わりましたよ、正直。でも、なんだろうな、グレ幅が、俺目線だとグレ幅広すぎてさ、いけないのよ、で3番が一番占い師の中ではまともだしファッション伝わったんで2行ってくださいって言われたからじゃあ2行こうかって思ってて神なしだと信じてますって今日8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。いや、これマジで難しいですね。もう3章本当にね、もう難しいと思うわ。まあそうだね、まあ、9番さんはね、乗っ取り追わないよ。なんでかって言ったら、9は、あんまヘイト向けられてないんだよね。そんな中、まあ、俺とかね、5番とか2番が騎士いる可能性ある中、9が狼で騎士って出る必要ないと思うからね。はい。まあ、なので、今日は2か5の僕が行くんですけど、そうですね。まあ、2番、あんまね、5が狼の時の、配置がわかんないんだよね。見づらい。なんか1強4ロー2 4ロー、ローとかなら3シーンでね。だったらわかるんだよな。俺は1がシーンには見えないと思う。1がシーンだったらミーでね、釣ってるわけだからもうこれはもう負けた可能性が高まるわけですよ。シーンを初日に釣ったからね。で、まあそうですね。1番さん、多分強人じゃないの？で、2番さんってさ、その後1のシーン上げしたじゃん。あ、確かにこれ2 4ローでね。あ、これ盤面上いいね。4にしろ。これ後半、盤面上でこれ結構1の新上げを2番さんしたから、2、4なら結構あるんだよなって思った。はい。ただ5がローの時ってちょっとわかんないんだよ。4、5狼とかさ、なんかいろいろわかんない。あ、4、5はねえのか。ないよね。3が2黒だからな。ちょっと難しい。で、まあ5番さんが狼の時って、あれだよね。俺多分2だと思うからな。2に行きますね。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番。あ、村勝ったね。よかったね。どういう打ち分け？あんま死んだったんだ。